すごい急な曲がり角を降りてきた。この先に目的の場所があるらしい。ここか。駐車場はここらしい。結構満車だな。あ、あの屋根は養蚕業をしていた家だな。ここ以外にも駐車場があるみたいだ。まあこのまま進もう。あの建物だな。旧花輪小学校記念館。一般のお宅のものかな。歴史のありそうな像がある。学校への入り口はどこだろう。まだ奥まで行くのかな。車の通行止め。人は通っていいのかな。民族資料展示棟。土足で上がってはいけない気がする。覗くだけで床には上がらずに置こう。ここから入るのかな。土足でいいのかな。素敵な風景だ。懐かしさを感じる。この後スタッフの人が私を発見し、入り口は別にあること、土足では上がらないことと教わりました。申し訳なく正面に向かいます。ああ、ここが入り口か。旧花輪小学校記念館。入館料200円。味のある部屋。暖房器具が歴史を感じる。群馬県みどり市にある旧花輪小学校記念館は1931年完成の木造校舎をそのまま残した歴史ある建物です。2001年に閉校後、その貴重な建築様式と歴史的価値から国の登録有形文化財に指定されました。童謡うさぎと亀の作詞者である石原和三郎や日本鋼管の創立者である今泉嘉一郎など多くの著名な卒業生を輩出しています。石原和三郎や今泉嘉一郎に関する資料、昔の教科書やおもちゃなど様々な展示物を見学できます。
木造校舎の教室や廊下を自由に散策できます。当時の机や椅子に座って子供時代の思い出に浸ることもできます。記念館の周辺は自然豊かで四季折々の風景を楽しむことができます。ストーブで教室を温めていたんだな。階段の踊り場に部屋がある。なんだこの作りは。本棚がある。図書室の代わり。何のための空間。鉄道資料展示室。階段がまだある。3階があるのか。小部屋があるだけだ。何のための部屋だ。校庭がある。実際に使われていた鉄道の資料。待合室が再現されている。何かの作業中だ。ここは何だ。子供の遊び場。
難しい式が書いてある。いい感じの机と椅子。教壇に立ってみた。音楽室。新しい。澄んで流れる渡良瀬は、白雲揺れる水鏡、呼べば小玉に憧れの夢が生まれる。花は花は。こちら側の3階の部屋は応接室。給食のサンプルが並んでいる。足りない。